ジャパンブリーディングファームズカップは日本の JBC 実行委員会が中心となって開催する競馬の持ち回り開催による統一グレード競争デーである。略称は JBC。ただし JBC 実行委員会では告知、宣伝など一貫して JBC を用いておりジャパンブリーディングファームズカップの名称が使われることはない。この名称は JBC の略語を使い続けるための名目的なものである。1984年から開催されているアメリカのブリーダーズカップを参考に生産者が企画、運営するダート競馬の祭典として2001年に創設。複数の統一 J プニー競争が原則として同1日に施行される。当初は ジャパンブリーダーズカップという名称で開催する予定だったが、アメリカのブリーダーズカップ協会からクレームが来たため、ジャパンブリーダーズカップは使うことができなくなった。その結果、JBC の名称及びロゴは変更せず、JBC の意味するものをジャパンブリーディングファームズカップとした。それぞれの競争は、JBC クラシックと JBC スプリントが正式名称となった。以後、 従来は略称であった JBC を告知、宣伝などで用いている。なお、地方競馬情報サイト英語版においては、JBC の説明として、ジャパンブリーディングファームズカップの表記がなされている。基本的には、アメリカのブリーダーズカップと同じく全国の競馬場を毎年持ち回り開催とする方針で、2001年の第1回は、大井競馬場で開催された。 2005年の第5回、2006年の第6回は、不災地の冠名の競争場を多数保有してきた、関口ふさおが代表を務める株式会社フードが協賛した。第5回は、不災地ネット JBC として開催されている。賞金は、当年の主催者、日本中央競馬会、一般社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会の3社が拠出している。また、 生産牧場賞と種ボバ登録者賞があり、JBC 協会から賞金の5%に相当する額が該当者に支給される。2010年の第10回は優勝馬の機種にチャンピオンリングが贈呈された。開催競馬場は前年に開かれる JBC 実行委員会で決定する。2018年の第18回は、 開催地として JRA の京都競馬場が選ばれた。JRA の競馬場での開催は初のことで理由として JBC の魅力をより広く多くのファンに伝えるため、訴求力の高い JRA の競馬場で実施を要請するべきとしており、全国公営競馬主催者協議会が JBC 実行委員会に提案、JBC 実行委員会も JBC の発展に寄与する提案と判断し、JRA に要請した結果、JRA もダートグレード競争の魅力を知っていただく契機になると要請を受諾し主催した。なお、2018年については、農林水産大臣賞典ではなく、農林水産賞賞典として行われていた。創設当初は、JBC スプリントと JBC クラシックの2つの J プニー競争が、 施行されていた。2011年より、ダートヒンバル線の重症競争として、JBC レディスクラシックが新設された。ダートグレード競争としての格付けは、新設から2012年まで付与されず、2013年より、J プニーに新規格付けされ、日本の競馬では初めて同日に3つの J プニー競争が施行される。また2020年より、 北海道二歳優秀を発展させ、JBC 二歳優秀を新設、JBC 競争として二歳馬の競争を実施することとなった。2020年からの JBC 二歳優秀は、J ブニーの三競争とは別に、門別競馬場で行われ、同日に二馬で開催される。JBC スプリントの試行距離は、基本的に、ダート1二百メートル、JBC クラシックの試行距離は、 基本的に、ダート2000メートルで施行されるが、持ち回り開催がゆえに、競馬場の形態により、基本コースが合わず、基本距離から前後して開催する場合もある。2006年の第6回では、JBC スプリントにおいて、距離が1600メートルとなることから名称を JBC マイルとした。 北米では1970年代から1980年代にかけてサラブレッド市場が拡大期に入り、生後数ヶ月の幼子馬や数回出走しただけの二歳馬が高値で取引されたり、将来の繁殖場候補として新時ートが組まれるなど、生産者だけのマネーゲームの様相を呈していた。その一方で、各競馬場は入場者数や発売額が伸び悩み、 大衆の指示を失いつつあった。このことは生産者にも危機感として現れることとなった。競馬は直接、間接的に関与している大衆の指示によって支えられているものであり、その大衆から見放されてしまえば、どんなに高価な馬であっても、その必要がなくなってしまうからである。賃貸した競馬を救うために生産者も何かをしなければならないという発想が、 生産者自ら発案し主導するレースであるブリーダーズカップ創設の原点となった。ブリーダーズカップ創設時の北米と全く同様には至っていなかったものの日本の生産者もまた危機感を抱えていた。日本では競争馬の供給先として中央競馬のほかに地方競馬があるが一時期には多くの地方競馬が経営不振に陥り損賠が議論されるようになった。 また、賞金の減額によって、馬の価格が低下したり、売れ残りが発生する現状はすでに生産者にも打撃を与えており、生産者として抱いている競馬の現状に対する危機感や、自ら立ち上がるべきという決意は、北米とも共通するものがある。生産者の発案、手動によるレースを創設し、競馬を幅広い層にアピールし大衆の娯楽。 スポーツとしての支持を集めるという思想に基づき、特に地方競馬の球場を打開することによって、日本競馬全体の発展を図る意味合いから、主に地方競馬で行われているダート競争において、チャンピオンデーを設けることとして計画が進められ、ダートの選手権距離である2000メートルで行う、JBC クラシック、優秀馬の生産に不可欠な要素である、 スピード能力を問うため1200メートルで行う JBC スプリントの2競争が2001年に創設された。競馬はその主役である馬という存在により単にスポーツと掛け事というくくりを超え様々に幅広い関わりを受け入れてきました。馬と人間のパートナーシップという長い歴史背景と 馬という生き物自体が備える人間の心を捉えて離さない魅力は競馬に特別の趣を与え、例えばそれは競馬が美術や文学のモチーフでさえある理由の一つとなっているかもしれません。同時に馬が主役であることは競馬がその背後に生産という産業的な広がりを持っていることを意味します。この生産との密接な結びつき、これが競馬を より多面的なものとしている大きな要因でしょう。競馬において競争と生産は理想の競争場の追求という目的を共有することでその関係を成立させています。競争にとっての生産はそうした馬の供給源であり、生産にとっての競争はその追求の成果を確認する場であるとともに、さらなる理想へ向けての生産資源を選定する場となっています。 そして、この共通の価値観に基づく選定。例えば、チャンピオンの決定と表現されるでしょうか。これが、両者にとって、最大の支持者たる大衆に訴えかけ、その共感を得ることができる最大の魅力となっているのです。競争と生産、そして、大衆の支持の良好な関係。これが、競馬の発展を生んでいると言えるでしょう。JBC 特設サイト2014。 JBC について、JBC 当日は注目を集めるために JBC の他にも重賞が組まれる。以下は主なアンダーカードとして行われた競争を挙げる。JBC の前哨戦は大きくトライアル競争である、ロード 2JBC と JBC 指定競争の2本立てで構成され、出走馬は上記 JBC3 レースの出走権をかけて争う。以下に示した。 競争の当該年度優勝馬には、表記の競争に対する優先出走権が与えられる。2019年の対象競争は、以下の通り、コースはすべてダート地方競馬各地区の有力馬を選定するための指標となる競争として指定されており、優勝馬への優先出走権はないものの、選定にあたってその成績が重要視される。2020年の対象競争は、 以下の通り、コースはすべてダート。ありがとうございます。